感染が確認されたのは、郡山市で57人、福島市と会津でそれぞれ48人など、合わせて363人です。感染者の数は6日ぶりに、前の週の同じ曜日を上回りました。年代別では30代が50人と最も多く、ついで50代の43人と続いています。入院は99人で重症はいません。 病床使用率は12.9%です。また、宿泊療養は53人となっています。県は引き続き、感染対策の徹底を呼びかけています。